北見工業大学は、北海道北見市公園町165番地に、本部を置く日本の国立大学である。1966年に設置された、大学の略称は、北見工大。大学は、工学部のみの一学部に学科からなる、工学系単科大学。人を育て、科学技術を広め、地域に輝き、未来を開く、工学心を喚起し、 創造性を育み、将来の夢を開く教育個性に輝き、地の世紀をリードし、地域特色のある、研究地域のニーズに応え、地域をリードし、地域の発展に貢献国際的視野を踏まえた、教育研究、学生、教職員の国際化を、推進国立大学法人運営による、工学部単価のみの工業大学。1960年設立の北見。 工業短期大学が前身で、1966年に北見工業大学として開学した。日本の国立大学としては最北に位置し、寒冷地の産業を支える人材を育成してきた。寒冷地工学を標榜し、寒冷地の環境に適した技術研究や、北海道の特にオホーツク海側の産業に関連する研究が盛んに行われている。なお、 道内の国立大学としては初めて i s o 1 4 0 0一を取得した。また、2017年度から新体制の学科、コース制に移行している。一つの学部、一つの大学院研究科からなる理工系単科大学である。学部、学科工学部2017年度入学生より、二学科、八コースという制度へ移行している。一年次に学科に所属し、 2年時後期にコースを選択できる大学院付属施設。ありがとうございます。